ジュビロ、後半戦のスタートでまさかの2連敗。山口戦はチームの現状を象徴する試合となってしまいました。前半3分、山口にロングフィードから2試合連続の先制点を許すと、23分にも気をつけていたはずのセットプレー。さらに後半の立ち上がりにダメ押しとなる3点目を決められてしまったジュビロ。圧倒的にボールを支配し、17本ものシュートを放ったものの、決定力不足も解消できず、攻守に精彩を欠いたジュビロは12位転落です。これで6試合勝利なしというところで、昇格がかなり厳しいところになってきてしまいました。監督の身体問題というところにも発展する可能性があると思います。そのあたりどうお考えでしょうか。Y de la única manera que se puede salir de esto es mirando hacia adelante y trabajando. No hay... Sí, bueno, yo lo que pienso es en seguir trabajando. Es muy importante. Sabemos que estamos pasando por una dinámica. Así que bueno, vamos a pensar en eso. Sobre todo pensar en el siguiente partido, en romper la dinámica y sobre todo estar al lado del equipo para lo importante. Si hay go.こう話したフベロ監督でしたが、今日クラブは成績不振を理由にフベロ監督を解任。後任には2002年に J リーグ史上初の完全制覇を達成し、ジュビロの黄金期を築いた鈴木正和新監督が就任しました。袋石のエコパスタジアムです。新生ジュビロの練習が始まりました。その中には3度目の就任となった鈴木正和新監督、さらには服部俊博新コーチの姿もあります。今日の公開練習では早速鈴木新監督がチームを指揮。J2 は残り19試合、新体制のもと、ジュビロは J1 復帰に全力を注ぎます。もう本当に、厳しい、環境の中でっていうのはもう承知の上で、今回の、監督を受けたというところです。非常に、ハードな試合日程の中でトレーニング時間が非常に少ない中で、コーチのスタッフも含めて選手とも含めて改善点の共有は今日ミーティングの中でしました。トレーニングの目的意識をしっかり持たせること、その中にゲームの近い状態でのトレーニングをした方が選手には分かりやすいっていうのがポイントだと思います。プロ集団ですので、当然ゲームやる限りは結果にこだわらない、やっぱり勝つという、そういう中で少しでも改善しながらより質の高いチーム作りをできればいいかなと思ってます。こんばんは。こんばんは。さあ、今日はジュビロの監督交代がありました。のぼりさん、流れは変わっていくんでしょうか。そうですね、一つ流れを大きく変えるための一つの材料としては、やはりこう監督を変えることによってその状況を打破できるっていうことがあるので、鈴木監督はね、そういう中では経験もありますし、もちろん守備とかも定評をもちろん持っていて、あとはやはり選手のモチベーターとして、すごくこう選手との間に入るのがうまい監督だと思うので、そういう中では今のチームの状況を最初から見てますし、何が悪いかって的確に分かってますので、そのポイントを、しっかりすれば、上昇気流に乗っていけるんじゃないかなとは思いますね。のぼりさんが言うように、今日の練習ではやはり守備のところに時間を割いていました。これ巻き返しを図るためには何が必要になってきますか。もちろん守備だけじゃないですけど、全体としてのバランス、攻守においてのバランスが一番重要になってきますので、そういうところの部分をしっかりと指摘しながら、いい方向に持っていけると思ってます。次節は京都です。京都はね、前回やられてますし、その中で、
そういう相手のポイントをね、どう抑えるのかっていうところもおそらく分析ができていると思いますので、まあ、そういう中ではしっかりとね、相手の宇高でしたっけ、はい、そうですね、だから、まあ、そのあたりをね、どう抑えるのかっていうところも一つポイントになると思います。ジュビロはあさって午後4時からエコパで京都と対戦します。